こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日はですね、台湾の台北市、MOCA 台北、台北現代美術館でいいのかな、現代美術の美術館に行ってきました。そしてこれですね、去年の愛知トリエンナーレ2019で、表現の不自由展というのが、やられて、その後というのがやられる、予定だったんですけれども、それの一部が、台北の方でですね、表現の不自由展、消された者たちということで、ノンフリーダムエクスプレッション、エクスビジョン、アロングトレイルフォーリバー、リベレーションということで、その台湾でされて、います。そして中にはですね、これは、まあ、一番やはり象徴的なのが慰安婦像があったことと、福島の、展示があったことと、あとはですね、群馬の方に今あるその朝鮮の方々の追悼碑の一部があったということが、まあ、こういう2部屋あって、2部屋にいろいろあったっていう感じなんですけど、やっぱりこれがね、多くのね、台湾の高校生がちょうど社会科見学で来てて、そこで座ってね、一緒に写真を撮っているのを見ました。で、僕も座ってそこで写真を撮ったりはしましたね。で、まあ見ていろいろ歴史のこととかも考えながら、その表現の自由展っていう、表現の不自由展っていう、その今までのエキシビションで展示されることを許されなかった、展示から除外された者たちを集めたという展示だったので、すごいやっぱり意味が、普通の展示とはちょっと違う意味を感じましたね。なんだろうな、どこまでがその表現の自由になるのか、それはやっぱり、考えさせられるというか、まあでも検閲されるべきものではないという考えが僕の主張なので、それに、政治的意見で自分たちが表現したいということを、できなくなるのはいかがなものかということを僕はすごい思っていて、皆さんもしよかったらですね、まあ、今台湾に住んでる日本人の方ですけど、ぜひ行ってみた、日本人に限らず誰になっても行ってほしいんですけど、2020年の6月の7日まで、日曜日まであるので、ぜひ行ってみてください。行き方などは下の方に貼っておきます。中山駅の近くです。それでは。